ダラス・トーラーウェイドはアメリカ合衆国のオスカロライナ州ファイエットビル出身のヘビメタルミュージシャン。テクニカルデスメタルバンドナイルの元ギタリスト兼ボーカリスト。ナイルではアルバム限定でベースを担当することもあった。他バンドではドラムスを担当したこともあるなどマルチプレイヤーでもある。7歳の時にドラムセットから楽器の演奏を始める。 12歳になってからギターの演奏を始めた。1990年代前半に地元のテラトーシスというデスメタルバンドでギタリスト兼ボーカリストとして活動を行っており、デモテープ、ライブアットザナイトアウルに参加している。その後、サウスカロライナ州グリーンビルのテクニカルデスメタルバンドナイルの中心人物カール・サンダースへの推薦を受け、ナイルに ギタリスト兼ボーカリストとして加入した。2004年にはテクニカルデスメタルバンド、レチェラスノクターンにドラマーとして加入。ちなみに、レチェラスノクターンの前任ドラマーは、テラトーシスでドラマーを務めていた、クレイライトルである。結局ファーストアルバム、アドラチオン・オブ・ザ・ブレードには参加したものの、2年ほどで脱退している。2011年にはデスメタルバンド、 ナルコティック・ウェイストランドに加入。ギタリスト兼ボーカリストとして、ファーストアルバム、ナルコティック・ウェイストランドに参加している。2017年2月、ナイロを脱退。理由は、自身の計画と、レコーディングに焦点を合わせるためとしている。機材には、ディーンのギターを使用している。ありがとうございます。